想像してたより、ひどい状態だな。あいつら、村の人たちを全員殺したのかいや、子供は見当たらない。おそらくゴットンたちがああなる前に逃がしたんだろう。ゴットンは生きてると思うかわからないな。息さえあれば助けられる。ああ。だがもし息があったとしても時間の問題だ。そうだな。急がないと。君とど,どはどうする殺す。どうやってうん、まだわからん。でも絶対殺す。ゴットンがやられてる時点で、薬を飲んで魔族になっても多分勝てない。グラコスの時みたいに薬を飲ますかいや、向こうは3人いる。 こいつら全員にあの薬を飲ませるのは多分無理だ。じゃあどうする奴らは必ず倒す。でも今はゴットンを助けることを第一に考えよう。どうにかしてゴットンに回復魔法をかける。そのためには君どどとと残りの二人をあの場から離れさせる必要がある。どうやるいや、これはそこまで難しい話じゃない。あくまで俺の予想だが、グラコスの死を知れば君とは誰が殺したのか、誰がとどめを刺したのかを必ず知ろうとする。それは敵を撃つためではなく、グラコスを倒した経験値が誰に流れたかを確認するためだ。要は、 グラコスの死体を見せれば奴ら三人は犯人を探すために散らばる。なるほど。じゃあどうやってグラコスの死体を奴らに見せるそうだな。ほっといたらいつか見に来るだろうがそんな時間はない。うん。うん。ごめん。難しい話やったわ。どうしよう。どうやって見せよう。持っていくしかないかもしれん。いやいや、持っていくは自殺行為やろ。誰が持っていくいやいやいや、俺はおかしいで。それはないで。それはないで。でもお前の先輩やからな。確かに一番自然だわ。いや待って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 。攻めすぎやって。 攻めすぎやって、作戦が。とりあえず時間もないから準備しよう。もう一回考えよう。もう一回考えよう。ちょっと今もうみんな、こう、かかってもうてるわ。一回冷静になろう。グラコスの死体なしで、離れさせる方法が絶対にあるはずやから。考えるから、ちょっと待ってな。君ドトさん、俺の先輩を、助けてください。